こんにちは、柴田です。今回は歪み系のマルチを2種鳴らし比べていきたいと思います。まあ、両方ともね、有名な機種なんじゃないでしょうか。こっちはね、ボスの OD200。そしてこちらがズームの MS200D+。まだ最近出たものですね。このね、OD200 はね、結構前に出てるんですけれども、ボスのフラッグシップ。GT1000 の中に入っている歪みだけがね、切り取られたような感じのものになっております。歪み系がね、12種類、まあオーバードライブだったりとか、あとファズ、チューブスクリーマーとかね、ケンタとか、まあそういったものが入っていて、ボスのね、コンパクトの X シリーズ、 OD1X とか DS1X もこの中に入っていて、あれはね、デジタルなので、まあほぼほぼね、同じものが入ってるんじゃないかと思われます。そしてこちらのズーム MS200D+ なんですけれども、なんとなんと歪み系エフェクトが200種類入っているというもので、まあコスパ的にはね、めちゃめちゃいいですよ。1万4000円ぐらいで200種類ですからね。まあ逆にね、そんなにね、歪みだけあってどうするんだというふうな話かもしれないんですけれども、まあその中からですね、今回ね、何種類か弾き比べ、鳴らし比べをしていきたいと思います。まあ要はですね、こちらの方がね、高級なわけですよ。そしてこっちの方がね、安いんです。まあその2つを引き比べて、まああんまり変わんなければ、これめっちゃコスパいいじゃないというふうなところなので、その辺のジャッジは皆さんにお任せしたいと思います。種類が多くてね、これね、見つけるのに結構時間かかるんですよね。ちなみに今 TS を探してます。はい、見つけました。おい、時間かかったな、結構。じゃあまずはズームの TS からいきましょう。うん、TS らしい。で、ボス、どうすか？似てますよね。こちらがボスで、あ、ボスじゃなくてズームで、こっちがボス。うん、これ録音環境でね、どうなのかはちょっとね、変わってくるかもしれないですね。動画になると変わるかもしれないですけれども、耳で聞いてる感じはめちゃくちゃ似てます。で、ズームいきます。フロント、これズームですね。で、ボス、あ、こうやってね、フロントにするとツヤ感はね、ボスの方があるなっていう感じはしてきますね。ちょっとキラッとしたツヤ、まあ、さすがだなというふうな感じがしますが、ちょっとね、ズームの方トーンをね、上げてみましょうか。若干変わるかもしれないんで、ゲインを少し落としてトーンを少し上げてみる。フロントではね、若干ボスの方が良さがこうぐわっと出てきたような感じがします。まあリアでギャンギャン行く分にはですね、全然ズームもいい感じですね。まあ質感はね、やっぱめっちゃ似てますね。すごい、素晴らしい。ていうかどっちも素晴らしいですね。で、続いてケンタ行きますね。ズームの方から行きます。いい音だなっていう感じですね。で、続いてボスのケンタ、ほう、落ち着いててね、やっぱね、しっとりさはあるんだよな。ズームの方がこうギャンとしてるというか、若干こちらもゲインを下げてみましょうかね。ズーム
ボスです。似てきましたね。ちょっとフロント。うん、これボスです。でズームのフロント。コスパめっちゃいいですね。こちらボス。やっぱね、ツヤ感はね、ありますよ。ありますけれども、価格差考えたらね、素晴らしい。ズームやっぱ素晴らしいです。続いてはですね、ちょっとボスに有利なんですけれども、ボスのね、オーバードライブいきたいと思います。まあこれ、ボスはね、本家だからね、外しようがないというか、ではズームからいきまーす。うん、よくできてますよね。ではボス、まあ本家です。いや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 、ズームいい感じじゃないですか。フロント、おお、本家フロント、ズーム十分頑張ってんじゃないですか。本家に対してですからね。じゃあ続いてもね、ちょっと本家に対しての戦いなんですけれども、ディストーション1 DS1 ですね。こちらズーム、で本気いきます。いやー、よくできてますよ。めっちゃ頑張ってるじゃないですか。いや、しっかり前線してますね。ズームね、めっちゃ頑張ってると思います。この後ね、編集でね、音聞きながらなんですけれども。結構こうレコーダーを通してやるとね、違ってたりするんですよね。まあそれはね、編集してみないとわかんないんですけれども、こうして弾いている感じだとズームはね、めっちゃ頑張ってます。弾き手の違いとしてはやっぱね、ツヤ感っていうか、ちょっとねキラッとした感じはボスのね OD200 の方があります。まあ価格差を考えるとね、ズームね、めちゃめちゃいい感じだと個人的にはね思いますので、ぜひぜひですね、気になる方は試してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。